恋はなくして人はなぜ北の旅路を選ぶのでしょう。年も16若すぎる私に初めて一人たり、いつかこんな日来るために愛を捧げた。迷路みたいなトンネルを抜けて明日が見つかりますか。みんなは白は白鳥の種を凍らせ食べている夜に私を映し出す窓に描くのさようならと満月再三列車が吹雪収まり夕晴れが空を染めます磐梯山に自分責めたり恨んだりそれは愚かと気づきますがザイクの重大な強く優しくならない